1948年、村井米子は、日本の大正昭和時代の女性登山家、随筆家、神奈川県出身、東京女子大学卒、婚姻中は黒田生を名乗った。村井玄斎と村井孝子の長女で、食道楽、釣り道楽などに解説を執筆している。また16歳で、富士山に初登頂し、その後、登山家として、 全国の山々を歩き、またぎの人々とも交わり、彼らの食文化について執筆している。富士山、北アルプスなどに親しみ、日本の女性登山家の草分けとなる。1923年、黒田静雄と結婚。1926年、日本自然保護協会の設立に参加した。1934年に、NHK 入社。 同年から1943年まで教養部のディレクターとして家庭番組の企画・制作を担当。かっぽ儀の発明者で家庭料理や台所での工夫について著作多数。1986年12月19日死去。85歳。著作に山の明け暮れなど、没後、夜なご宅に保存されていた。 村井玄斎史料3530点は、神奈川金、食道楽の家系、村井玄斎、高子、与那子の著作神奈川県平塚市北図書館、割烹儀の発案者としては、女子栄養大学の香川綾、萩本子などを挙げる人もあるが、一番古いものは、村井玄斎が、明治39年1月号の月間、食道楽総刊号で、妻、 高子の手助けで考えたと断って、オトワ城式大小上着として発表されたもの。この服は、加藤病院の手術服の仕立て方を同婦人より聞き、村井婦人が応用せられたるものなりとある。西洋のメイドエプロンや、手術着から発送したものだという。オトワ城は、食道楽のヒロイン、おのぼるわさんのこと。この上着は全身を包むようなタイプである。当時、 明治14年に赤堀料理教場が開校していて、生徒が着物を汚さないようにカッ着を着せて実習をしていたというので、時系列では赤堀峰吉の方が早かったということになるのではないだろうか。それぞれが考案したカッ着のデザインなども比較検討してみる余地があるかもしれない。ヨナは父の後を受けて台所の工夫について多数の執筆があるので、 このように言われてきたものであろう。手軽な飯ごとフライパン料理随層を売りに触れて、品食風俗所見随筆を持ちつきすき、雪の山と、食物雪の山の水地随筆野草の食味。ありがとうございます。